動外観圏央道情報をお知らせします。はじめに外観内回りの情報です。雨のため三郷ジャンクションから浄土運動流山インターまでの区間で最高速度が50キロに、また川口ジャンクションから東北道羽生インターまでの区間で最高速度が50キロにそれぞれなっています。また交通規制のため和光北インターを先頭に2キロほど渋滞しています。続いて外回りの情報です。雨のため大泉ジャンクションから東北道羽生インターまでの区間で最高速度が50キロに、また川口ジャンクションから浄土運動流山インターまでの区間で最高速度が50キロにそれぞれなっています。引き続き関越道上り線の情報です。工事のため湯沢インターの先から土たるパーキングエリアまでの区間で対面通行になっています。続いて下り線の情報です。工事のため土たるパーキングエリアの先から湯沢インターまでの区間で対面通行になっています。ネクスコ東日本からのお知らせです。シートベルトは事故が起きたとき車外への放出を防ぐ命を守るベルトです。後部座席も忘れず着用しましょう。ゆとりを持って安全運転でお願いします。他の情報をお聞きになりたい方はサービスコードとシャープを、サービスコードを確認したい方は9シャープを、信号音の後に押してください。